麻雀遊戯王麻雀遊戯ヒストリーさあ、プロ雀士の方にご自身の年表を書いていただきまして、その生い立ちと生き様を教えてもらおうというコーナーです。こんにちは、イピンくんです。そして今回年表を書いていただくのは早森さやかプロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、久しぶりに早森プロに来ていただきました。あ、ありがとうございます。ちゃんとイピンくん見てくれてさすがやっぱ YouTube をやってる人は目線がわかりますね。ゆっぴんくんこっから喋ってるから、ね、そうなんです。はい、ちゃんと設定を守っていただいてありがとうございます久々に目が合いました人もよかったね。さあ、ということでですね、そのカエムリポに久々に来ていただきまして、はい、前回はバーだけの企画に来ていただいて、うん、バー、はい、はい、なのであまりこのスタジオでのトーク企画をそこまでやってなかったので、ちょっと今回はがっつりとやっていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今回はですね、人生年表を書いていただこうということで、はい、やっぱりカヤモリプロはですね、現在セガサミフェニックスの、ね、一員として活躍されておりますし、はい、個人のさやちゃんだよね、 YouTube の方でも活躍されておりますので、はい、そういったことを知ってる皆さんは多いと思うんですが、はい、幼少期の頃のお話とかプロになったいきさつはあまり知らないんじゃないかと思いますので、ここはちょっとがっつりと聞いていきたいなと思いますが、はい、結構話されたこととかってありますか？あります。あるんですね。じゃあ、ゆうくんが知らないだけでした。いろんなところで話してる気がしますけど。なるほど、わかりました、はい、だとしたら話しやすいはず。はい、もう慣れてるはず、慣れてるはず、はい、もう他では喋ってなかったけど、実はこういうことがあったんですよっていうのがあったら、ぜひ喋っていただきたいなというのもありますし、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。もう、海王自身のですね、はい、はい、観点で全然構いませんので、はい、はい、書きたいように人生年表を書いていただけたらと思います。ちょっとわかんないです。どうすればいいの？まずですね、大体生まれたところから書いていただきまして、結構思い出に残ってるところとか、え、どういう風に書くんですか、これ？これね、横のパターンと縦のパターンといろんな人方がいるんですけど、大体皆さん横で書かれますね。はい、生まれた。あ、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。もう少し大きく書いてください。はい、すいません。もう少し大きくというリクエストがございました。はい。手が細かいとね、超か。あー、なんだろう、この人。ゼロ100だな。一休さんみたいなことしてくるな、この人。まあいいや。はい、生まれた。はい。はい、あ、でも、腕終わり。1982年5月4日生まれました。はい。どこで生まれたんですか？そういうこと、場所？まあ場所とか、なんか出来事とかを書いていただけたらなと思いますね。出来事？はい。あ、でもいいですよ。そんな出来事がなければまあ大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。12時ちょうどに生まれて、うーってなってた。うん、なんか、はい、トマコマ行って、12時になると、うー、はい、ってなるんですよ。あ、そう、あ、すいません、かえもりさんがうーって言ってたのか。違う違う、ちょうどお昼のサイレン、うーってサイレンが鳴ったと同時に、そう、それで多分ポーンってきた、はい、お母さんがそれを合図に、はい、生まれたといいですね。タイミングの良い感じですね、はい、で、はい、どうすんの？その後流れでですね、思い出に残ってる、そういえばこんなことがあったな、2歳3歳ぐらいのエピソードをこの後書く方もいらっしゃいましたし、飛んで小学校行った方とかもいますけども、これ全部ここに言葉で書くんですか？ある程度のキーワードで、あと話していただいて大丈夫ですよ。はい、はい、もう一回、はい、ありがとうございます。さあ、一個ずつワードをつなげていきたいと思います。まず保育園、電柱ぶつけた。はい、はい、保育園でこう、はい、手をつなぎながら歩くじゃないですか。歩きますね、はい、友達と、はい、私なんか手つないでるから大丈夫と思って目つぶってたんですよ。かじって言ったのを覚えてます。お友達に頼りすぎた。頼りすぎて、そこまで委ねる必要はあったのかって話ですよね。うん、すごい痛くて覚えてます、ね、確かに、はい、裏切られた気持ちにさぞなったことだと思います。飛び箱が得意だったっていうのを覚えてます。 なるほどなるほど。みんなが飛べないぐらいの飛んでた、はい、あ、すごい。じゃあ運動神経は結構昔から高かったと、ね、そう、それで背が高かったんで、はい、あ、そうなんですね。そうですね。そして自転車。自転車は、はい、おばあちゃん家によくいて、はいはい、で自転車でその大きい道路を渡っちゃいけないって言われてたのを何回も渡って怒られてたっていう、はい、あ、なるほどなるほどなるほど。結構保育園から自転車乗り回しててすごいですね。結構自転車に乗れるようになるのって小学校入ってからぐらいが多いですけども、この頃には結構乗ってたと、ね、うん、乗り回して、乗り回してアクティブですね。3つエピソード全部アクティブなエピソードでしたね。、はい、素晴らしい。さあ、ではその後どう小学生でしょ。小学生ですね。こんな感じですかね。はい。背が大きい親友バスケ。はい。背が大きくて、はい、もう最初に入って健康診断みたいなと123センチありました。はい。これね、結構大きくて一番後ろだったんですよ。そうですね。で、この親友が小学校1年生の時に転校してきて、はい、すごい泣いてる子だった。で、
で私それ毎日こう迎えに行って、はい、一緒に学校行くような感じで、それでもう友達になった。その子がすごいちっちゃくて、はい、私これぐらいしかなくて、あ、じゃあもう今はもうほぼあんま変わらない。あの途中で同じぐらいだったんですね、うん、はい、その子に誘われて、はい、小4でバスケを始めます。あ、その親友の方に誘われてのバスケだったんですね。そうです。バスケ部が私が4年生の時にできて、はい、ミニバスが、はい、うん、最初なんかプリントみたいに見た時私バレーだと思ってて、はい、で行ってみたらバスケだったっていう。なるほどなるほど、はい、これは小学校ってことはクラブ活動ですよね。そう、これはバスケは4、5、6とやって、はい、キャプテンでした。あ、すごい。6年生。なるほどなるほど。現在もそのバスケの活動といいますか、うん、つい最近もあれですもんね、かやもりさんのバスケチャレンジみたいなのが。バスケチャレンジ、はい、はい。SNS で出たりしてますもんね。そうです、ね。その半も始まりはここだったわけですね。そうですね。まあ、たまたまなんですけど、そのバスケ部、うん、B リーグ。そうですよね。親友に誘われなかったらやってなかったってこと、ね、やってなかったですね。はい、まあいい。ただまだ麻雀には出会ってないんですね。あ、でも、はい、麻雀に出会ったの保育園ぐらいかな。あ、早いんですね、はい、おばあちゃん家で親戚が集まった時にやってて、でおじさんのとこに座って、はい、こうなんかやってるのを見てたっていうのは覚えてます。なるほど、家族麻雀始まりです、ね、そうそう、それは覚えてますね。なるほど。で多分、はい、お兄ちゃんがゲームをしてて、はい、麻雀のゲームがあって、はい、小学生の時かな、はい、でそれやってみて、でなんかポンとかチーとか出てくるやつを全部押してたら一回も上がれずっていう記憶はあります。これ何なのと思った記憶はあります。わけもわからず、そう、わけもわからず、はい、ポンチーしてたらなんか結局何もできなくなってっていうことなんです。泣き虫マーメイド絶賛発売中で、はい、中学生か、なんだろうな、これしかないな。バスケ選抜、はい、バスケもこの女子バスケがなくって中学校に、はい、で私たちが卒業するときに親に頼んで中学校にもバスケを作ってくれって言って作ってもらって、なので先輩がいなかったんで、なるほど、中1から私キャプテンで、キャプテン、もうそのまま持ち上がりでキャプテンみたいなことですね。そうですね、うん、みんなメンツは一緒なんで、はい、で中2の時は苫小牧の市の選抜に行きました。バスケで、バスケ漬けでしたですね。もうバスケ一辺倒な感じですね、うん、一辺倒な感じで、はい、確かに中学生の時って部活動が結構メインを占めることが多いですから、うん、まあ、ひたすらにバスケ、ね、はい、やっていたと。バスケ少女だったというバスケ少女でした。創設学年ってことですね。しかもあれ、これ、地位違うかな。あら、急に。そして急に、20日で。20日で、中3です。中3で20日が出てきました。はい、以上です。ノーエピソード。20日でノーエピソード。あ、でもこの人は、はい、あの中1から中3まで、はい、バレンタインで毎年あげてて。あ、そうなんですね。まあ、中3の時付き合えたみたいな、1個上の先輩でしたね。なるほど。あ、じゃあ中1、中2の時には、かやもりさんが一方的にチョコをあげてたってこと。そうですね。で、なんか部活忙しいからちょっと待ってとか、はい、受験忙しいからちょっと待って、待ってって言われたから待ってた。なんなんすの2年間待っての、はいはいはい、お待たせしました高校生。でもなんかこれ本当みんな学校中みんな知ってたぐらいその私が好きだっていう。あ、そうなんですね、はい、それ加山さん公言してたんですか、それともバレるぐらいの感じだったんですか。バレるぐらいの感じでした。あ、なるほど、結構一途に追いかけてたんですね。そんな人数もいないし、あの学校が。なるほどなるほど。高校生になりますね。高校生になりました。高校生になって、はい、もうバスケはたくさんしたからいいやと思って、はい、この好きだった人がサッカー部だったんで、はい、何も書いてない私。そうですね、話が先にこぼれました。まずはキーワードから書いていただきましょう。サッカー部のマネージャーをとりあえずやってみるんですよ。なるほど、もうバスケはもう中学生でやりきったぞ、うん、もう悔いはない、満足。そう、やったけど、はい、ちょっとつまんなくてやっぱりマネージャーよりも自分が体を動かしたいになったんですね。そう、結局、はい、バスケ部、はい、あ、入ったんですね。入りました。はいはい、はい、で、そのバスケ部に入ってもその、うん、違う中学校からこう来てる子もいたんだけど、はい、やっぱ私が選抜だったっていうのも知ってるし、キャプテンだったっていうのも知ってて、はい、ここでもまたキャプテンになるんですよ。なるほどなるほど、うん、でもね、はい、そんなに一生懸命やった記憶はなくて、うん、まあ中学生の頃に比べたら少し熱は抜けたかなという感じ、ね、そうですね、そんなに一生懸命やってる高校でもなかったから、はい、バスケ部。まあ、ただあれですよね、かやもりさんが中学で選抜だったので、はい、やっぱり戻った時に結構期待値はあったっていうことね、うん、あの、あの、かやもりが来たぞっていうことで
その中学校の時に、はい、そのバスケが強い高校からうちに来てほしいみたいなことも言われたんだけど、はい、もうバスケやる気なかったんで、そんな感じですね。なるほど、そういうのだったんですね。それでね、はい、こう高校であれですよ、はい、もうね、場所なくなるわ、これ。そうですね、やっぱ1982年がでかすぎたのがちょっとありました。2年生で辞めます、高校を。あ、なるほど、はい、高校3年行かずに2年生で、うん、もう2年生で辞めまして、ね、はい、いやー、ちょっとごめんなさいなもうかけるものだけで大丈夫です、はい。これね、美容師になりたかったんですよ。あ、なるほどなるほど。じゃあ、でも私の時代から中卒の専門学校行けなくなったんで、高卒じゃないといけなくなったんです。なるほど、高校卒業してないと入れませんよっていう。そうなの、ね、そうなの、はい、私の1校までは行けてたのに行けなくなって、はいはい、美容師になりたかったんだけど、まあしょうがないかと思って、はい、で東京に出てくるんですけど、18歳になって5月で、はい、でそれでヘアメイクの専門学校に行きます。はい、なるほど。ヘアメイクの専門学校は別に高校卒業しなくても大丈夫だったということですか？あ、それは大丈夫です。これで体験入学を行って、はい、入学金か、はい、払って、はい、アルバイトで雀荘に行きます。おお、なるほど、ここで雀荘さんが出てきました、はいはい。で、そうなって入学金を払ってるんだけど、はい、1回も行かずだったから、やっぱり行かないわってなって、ね、でも入学金は返ってきたんで、はい、あ、よかったですね、はい。これ、雀荘のアルバイトを選んだのに何か理由があったんですか？普通にアルバイト情報誌見てて、はい、日払いで時給が良かったので。なるほど、他と比べて結構時給がいいからここだっていう、うん、要は麻雀をやってたとかじゃなく時給で選んだ感じ。そうですね。で、ジャンソーって分からず面接行ったんで、おお、なるほど。ウェイトレスって書いてあったんで。なるほどなるほど。行ってみたらジャンソーさんだった。そうですね。そこがギャルジャンっていう。ああ、出た、ギャルジャン。当時大流行してたポリエステル 100% っていうお店があって、はい、そこのワイシャツっぽいお店ですね。はい、そこの2号店ですね。親が。ここで麻雀プロになります、はい、19歳で。やっぱりじゃあ金森さんは1年ぐらい結構早かったわけですね、プロ雀士になったのが、はい、そうですね。このプロ雀士になったのは理由があったんですか？プロ雀士になった方がお店的にもいいやっていう感じだったんですか？なんかそこの店長がプロ で、はい、で従業員もプロで、まあ、オーナーもプロだったんですけど、はい、ゲスト紹介するよみたいな感じだったと思う、うん、それで、うん、はい、プロになったみたいな感じですね、はい。ゲスト活動とかをするにはやっぱりプロじゃなきゃという、ね、うん、なんとなく誘われてみたいな感じですね。なるほどなるほど。2年後くらいか、21の時に女流モンドに出て、はい、これで優勝しまして、はい、おー、早、はい。これでなんかこう、はい、いろんなの出るようになったっていう感じで。なるほどなるほど、はい、ここから結構華々しくプロ雀士としてこうデビューしていったという。はい、はい、わ、ねじれた書き方ちょっと待って、じゃあちょっとここから先も聞きたいんですけれども、はい、結構ですね、いいお時間になってきましたので、ここを前半で区切らせていただいて、この後後半をちょっと聞いていきたいと思います。はい、すごいですね、なんかこう話を聞いてると結構次に行きたいところに対してこうスパスパスパッとやめて次に行く感じですよね。あれだけやってたバスケスパッとやめてマネージャーになって、はい、そうですね、はい、スパッと高校をやめて美容師スパッとアルバイト、ね、スパッと写真ってこの金森さんらしいというか、うん、はい、それがすごくよくわかるヒストリーでございました。さあ、その後後半どうなっていくのかというのはですね、次の動画で皆さんお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで、金森さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった、あとですね、やっぱ1982年でかかったなと思ったらチャンネル登録、そしてご評価お願いいたしますということで今日はここまで。まったねー。